友松敦信は、日本の国際関係論の学者である。専門は、国際協力論、技術協力論、国際交流論、宇都宮大学名誉教授、愛知県名古屋市生まれ、1973年埼玉、大学理工学部生科学科卒業、78年、名古屋大学大学院農学研究科博士、後期課程修了、80年名古屋大学農学部助手、 ジャイカから、80から83年インドネシア、85年タイ、王国、86から88年国際食料、政策研究所、87年世界銀行、国際通貨基金総会に派遣。91年宇都宮大学農学部助教授、94年宇都宮大学国際学部教授、1997から2007年東京大学農学部講師、平任。 2005から8年、宇都宮大学学長特別補佐。13年宇都宮大学ハラール研究会設立。14年定年退職、名誉教授。15年株式会社会 &T ジャパン代表取締役。1980年農学博士、名古屋大学大学院で、売谷育造教授、朝日翔介教授に植物性科学を学ぶ。 ジャイカ国際協力専門員として、東南アジア、南アジア、アフリカで政府開発援助事業に従事、インドネシアとタイの大学への実証的、研究方法の導入、ブータンでの商品作物の輸出振興、タイとケニアでの基礎医学研究所の設立、インドネシアの食料政策研究など、農業開発、社会開発、教育協力、 研究協力の幅広い分野で発展途上国に貢献。それらの経験から、はじめに専門ありきではなく、はじめに問題ありきの現場重視の立場に立って、宇都宮大学で国際協力論を講じ、開発ファシリテーション、開発インテリジェンスなどの実践的アプローチを教え、グローバル人材養成のためのグローバルキャリア教育を提唱。宇都宮大学ハラール研究会で、 ハラール理解のための活動を続ける一方、退職後は大学発ソーシャルベンチャーを設立。社会起業家として日本社会のハラール対応推進を通じて東南アジアイスラム県との結びつきを強める社会貢献活動を行っている。また、農業開発専門家として東南アジア諸国連合が進めるポストハーベストロス削減に協力している。 2013年宇都宮大学ハラール研究会、会長、15年 KDDI 財団表彰、一般社団法人、食感性コミュニケーションズ理事、17年東南アジア諸国連合専門家、4年より、放送大学非常勤講師、国際協力農業開発開発教育宗教、文化国際協力農業開発植物性科学。ありがとうございます。